今日もマイクラの世界にやってきたぜ。勇者たちよ、久しぶりじゃの。おっさんは神様ジジイだっけ。この人はちょっと前にワンブロックサバイバルの試練を与えてきた神様ジジイさんだ。あの時はすごく大変だったな。今回は何をさせられるんだろう。今回勇者たちにはこれまで誰もしたことがない挑戦をしてもらう。誰もしたことがない挑戦。このダークドラゴンの卵を育ててもらうのじゃ。なんだそんなことか。ドラゴンを育てるのは何度もやってきたから余裕だぜ。こいつは普通のドラゴンとはわけが違う。成長すれば世界を破壊する凶暴なドラゴンになるんじゃ。世界を破壊？じゃあから卵のうちに始末してしまおうと思ったのじゃが、その時勇者を思い出したのじゃ。俺たちを？これまで多くのドラゴンと仲良くなってきたであろう。おかげで世界は少しずつ平和になっておる。俺たちの活躍ってちゃんと役に立ってんだな。勇者ならばダークドラゴンとも心を通わせ、いいドラゴンに育てられるかもしれん。どうじゃ頼めるかの。悪いドラゴンをいいドラゴンに、そんなことできるんですか。わからん。だが成功すれば世界を守ってくれる心強い味方になるはずじゃ。心強い味方か。よっしゃやってやるぜ。よくぞ言った。では最後にこれを渡しておこう。これはドラゴンを一撃で仕留めるドラゴンキラーじゃ。もし心を通わせるのが不可能だと思ったら、これでとどめを刺すのじゃ。わかった。でも俺はそんなことしたくねえからな。そうならないようにしてみせるぜ。とその前にドラゴンを育ててみたいって人はチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれよな。僕たちは都市伝説博士にも協力してもらうことにした。はあはあ、生まれるのじゃ。生まれた。これがダークドラゴン、初めて見るのじゃ。テンションアゲアゲなのじゃ。うるさいぞ人間ども。いきなり喋った。うひょー、すごいのじゃ。俺は世界最強のダークドラゴン、クロ様だ。生まれたばかりなのに名前があるんだ。よろしくなクロ。俺はヒロ、今日から俺たちは仲間だ。仲間？何を言っている。俺は世界を破壊するために生まれたドラゴンだぞ。さて手始めに、この家を破壊してやろう。うわー、いきなり暴れ始めたぞ。はっしゃー、これが破壊のドラゴン、生まれたばかりなのにすごい力なのじゃ。なんで嬉しそうなんですか。急いで止めないと。おい、やめろ。何をする。本当にすげー力だ。トコタン、クロが暴れないような道具を作ってもらえる。できた。おい、何をする。ここから出せ。クロが暴れるからだろ。いきなり暴れ出すなんて、こんなドラゴンと仲良くなれるのかな。ここはわしが人肌脱ぐとするかの。お、なんかいい方法あんのか。ない。ないかい。じゃからドラゴンに詳しいドラゴン博士に話を聞いてくるのじゃ。ドラゴン博士。うひょー、めっちゃ詳しそう。ということでしばらく留守にするから、それまでダークドラゴンを頼んだのじゃ。お気をつけて。さてこっからどうすっかな。そうだ、一緒に遊んで仲良くなる作戦はどうだ。今はまだ檻から出さない方が。なんだ。家の中からだ。檻が壊れてんぞ。さっきは壊せなかったのに。この俺を舐めるんじゃねえ。さあ今から破壊の限りを尽くしてやる。おい待て。まずいよ、もし村人さんと出会っちゃったら。今すぐ止めねえと。行くぞ。おいクロ、どこだ。クロタン、どこ。一体どこに。はあ、ドラゴンじゃ。今ドラゴンってあっちから聞こえたぞ。お、村が燃えてる。ダークドラゴンの恐ろしさ、思い知るがいい。やめろ。今のうちに逃げろ。あなた方は勇者さんたち、助かったのじゃ。お前勇者なのか。そうだ。なるほど、だったらお前と俺は敵同士というわけだ。なんでそうなるんだよ。世界を守る勇者と世界を破壊するダークドラゴン、憎しみ合うのは当然ではないか。さあ勇者よ、世界を救いたければ俺を倒してみろ。俺はお前とは戦いたくねえ。お前と仲良くなりたいんだ。冗談を。力っていうのは誰かを守るために使うもんだぞ。守るだと。ならその力とやらで仲間を守ってみろ。え、やめろ。勇者ごときが許さん。こんの分からずや。なぜだダークドラゴンの俺が人間ごときに負けるなどありえん。ありえんぞ。え、クロが巨大化した。我がダークブレスを食らうがいい。うわー。
これでお前もおしまいだ。神様魔法動けなくなるなる。なんだ体が動かん。大丈夫か勇者よ。ああ間に合ってよかったのじゃ。勇者よ、今のうちにとどめを刺すのじゃ。やはりこのドラゴンは生まれつきの悪。ここで葬らねば。待ってくれ神様じじい、まだ何か方法が。これほどの力に目覚めてしまった今、もはや手遅れじゃ。でも、うわあ、おっと危ない。魔法の抵抗力が高いのう。だったら神様は全力。眠れ。神様じじい、ちょっと力を使いすぎたのじゃ。これで数分は目覚めはずじゃ。さあとどめを刺すのじゃ。本当に他に方法はねえのか。世界の平和のためじゃ。くそ、待つのじゃ。都市伝説博士。勇者さんたち待たせたのじゃ。ダークドラゴンをいいドラゴンにする方法を聞いてきたのじゃ。本当か、教えてくれ。ドラゴン博士が言うには、ダークドラゴンを仲間にするのはほぼ無理らしいのじゃ。無理？じゃが一つだけ可能性があるのじゃ。それは友達の部屋を使う方法なのじゃ。友達の部屋？なるほど、確かにそれならダークドラゴンの心を変えることができるかもしれん。神様ジジイも知ってんのか。友達の部屋は神の領域にあるからな。望むなら今から連れて行ってやろう。じゃが相当危険な方法じゃぞ。覚悟はあるかの。当たり前だ。では勇者を信じよう。頑張るのじゃ勇者さんたち。お前はなぜとどめを刺さなかった。言ったろ、俺は黒と仲間になりてえんだ。まだそんなバカなことを。でここはどこだ。そこは現実とは切り離された空間、友達の部屋。種族の違う2つの生物が友達になれるかどうかを試す場所じゃ。友達になれるかを試す。お前たちの肉体はこちら側にある。今のお前たちは魂の状態じゃ。二人が心から信頼できる仲間になるか、心から憎み合う敵同士になるか、魂と魂でぶつかり合い、どちらかの答えにたどり着くまでは永遠に出られん空間、それが友達の部屋じゃ。友達の部屋などどうでもいい。お前たちの茶番に付き合ってられるか。うわぁ！さあ勇者は死んだぞ、ここから出せ。いきなりすぎんだろ。生き返っただと。魂の世界じゃと言ったろ。攻撃をしても傷ついたり死ぬことはないのじゃ。残念だったな。何度殺されても仲間になってくれるまで俺はお前を説得するぜ。そういうことか。まったくどこまでバカなんだお前たちは。まあいい、ならばこの俺を憎むようになるまで何度も痛めつけてやる。お前が俺を敵と認めるまでな。そうだ、ダークブレス。うわどうした、もう終わりか。俺は全然諦めてねえぞ。これで何百回目だ、ダークブレス。うわヒルタン、もう何日も攻撃を受け続けてる。こんなのもう見てられないよ。神様ジジイさん、何か僕たちにできることってない。そんな、安心せい、少しずつじゃが状況は変わってきておるぞ。え、まだまだなぜだ。復活するとはいえ数えきれない死を体験し、なぜ心が折れない。なぜ立ち上がれる。なんだっけ、もうよくわかんねえや。な、今考えてるのは俺は苦労を諦めねえ、そんだけだ。ふざけたことを。俺は世界を破壊するダークドラゴンだ。そんな俺が下等な人間の仲間になど、そんなことあってはならぬ。いいぜ、お前の気持ち全部ぶつけてこい。そういうの全部受け止めて俺はお前の仲間になってやるからよ。くそ、何なのだお前は。うその後もヒロは何度でも立ち向かった。そして気が遠くなるような時間が経って、クロ、俺の仲間になれ。いいだろう、何度断っても諦めねえ。今いいだろうって言ったのか。お前の命を1万回奪った。にもかかわらず心は全く折れない。これ以上繰り返しても無駄だ。なんだよそれ、本当は納得してねえだろ。ああ納得していない。俺は最強のダークドラゴン、どれだけ説得されようが自分より下等な生き物の仲間になるなどプライドが許さん。だから勇者よ、俺と全力で戦うのだ。え、
クロート？そして俺に勝って、お前が俺以上だと示せ、それが仲間になってやる条件だ。本当にそれで納得すんのか？納得させるほどの強さをお前が見せられればな。わかった、約束だぜ。全力で行くぞ。望むところだ。なんだかとんでもないことに。ふっふっふ、さすが勇者じゃ。まさかあのダークドラゴンの方が負けるとはの。でもまだ仲間になると決まったわけじゃ。何を言っておる、あの部屋では決して死なないのじゃぞ。何度も挑戦できるのじゃから、戦い続ければいつか勝てる。なるほど、でもということは、うん、ダークドラゴン自身もそれを理解しておる。というかわしにはもう仲間になる気になっとるように見えるの。見よ、ダークドラゴンのあの嬉しそうな顔。そうですか、ちょっと僕にはわからないですけど。行くぞクロ。さあ来いヒロ。そして勇者が帰ってきたようじゃ。ヒロ、お、ダークドラゴンの背中に。ちょっと二人で出かけてくるぜ。行こうぜエクロ。お、ほっほっほ、さすが勇者じゃ。あの子がおる限りこの世界は当分安泰じゃな。なあクロ、一個だけ聞かせてくれ、なんで仲間になってくれるって決心してくれたんだ。俺が負けたからだ、そういう約束だろう。いや、そういうことじゃなくてさ。なぜだろうな、自分でもよくわからん。だが一つだけ確かなことは、お前を乗せてこうやって飛んでいるのがそんなに悪い気分ではないってことだな。それって、うわ、急にスピード上げるなって。その後クロは世界の平和を守る最強のダークドラゴンとして人々に愛される存在になったのだが、そのお話はまた別の機会に。